釣りネットの時間です。今日はですね、片瀬漁港の万次郎丸さんと、アマダイの乗り合い船に乗っておりました。山田井のお客さん、おはようございます。今日はまもなく出船になります。山田井さん、ここに中どうしてもないですか？ということで、船長からの合図がこれから出船ですね。まだ暗いですけどね、どうなりますか。水深100メーターぐらいの時にあるんで、お祭りある可能性大ですね。まだ暗いです。重りは50号、B2 号なんで40から60っていう感じですけどね。ハリス2号、あ、3号か、日本針、針は4号か、どうなりますか、楽しみです。まだ暗いですね。ちょっと曇天ですけど、天気予報は晴れなんですけどね、どうなりますか。1匹目はホウボウでした。かわいさいです。8時半を回りました。今初めて流し替えというか降りというのです。向こうが江ノ島が見えます。水深70前後ですね、67から70ぐらい。私には本命が来ません。天気はいいんですけどね、いい凪で風も弱くていい感じなんですけど、ゲドウのエソでした。11時10分、なんと白浜台釣ってしまいました。初めてですね。肩もそこそこですけど、いやー、びっくりです。白浜台、人生初ですね。やりました。11時20分、2匹目、さっきの感動の白浜台に続いて赤浜台来ました。よかったです。マメに誘いを入れて、叩きを入れて、叩きというか小突いて3回から5回ぐらいやって、それで1メーターぐらい引き上げて、ちょっと危ないとこですね、針ね。危ないとこかかってました。よかったです。12時25分です。今また、西の方に、茅ヶ崎方面にポイントを移動してきました。まだ走る。なりました。残り1時間前ですね。40分ぐらいかな。はい、どうぞ。ちょっと海洋106メートル。カサゴでした。立派なカサゴで。すごいな、これ。最初、根がかりかなと思って。こんなにでっかいカサゴ、めったに釣れない。やりました。午後1時半起き上がりで、今自宅に戻りました。幻の
白甘鯛です。何年やっても釣れなかったですけどね、今年は白甘鯛が結構多いという話はあったんですけど、びっくりしました。いやー驚きです。長さはでも30センチ以上あるんじゃないかなと思ってね。で、赤甘鯛が記憶をちょっとしちゃった。赤甘鯛ね、これ35センチぐらいあります。うん。で、ゲストのでっかいカサゴ、これアヤメカサゴなのかな、ちょっと種類がよくわかんないですけどね、こんなでっかいカサゴ釣ったのも久々ですね。うん。で、頑丈ギラン、これはもう海に戻しても鳥の餌になっちゃうんで、針伸ばれたのでね、うん、バタヤヒかなんかで食べようと思います。いや最後の農館彫刻を楽しめました。良かったです。うん、楽しめました。今年も無事楽しい釣りで終わることができました。